小石市は中華人民共和国の関東省にある地球市。小石の歴史は古く10万年前には人類の活動が行われており、市内には旧石器時代以降の遺跡が点在している。春秋時代には慶州、陽州の管轄に置かれ、戦国時代ではその勢力下に、新大には南海軍の管轄に置かれた。111年、前は、 現在の関東省北部に極港圏を設置し、小石市の区域が管轄下に置かれた。三国時代の265年、呉は関東省北部に市境軍とその下部行政区域として、極港圏などの6県を設置し、軍地を極港に設置した。南朝以降は州軍が設置されるようになり、小石市は甲州の管轄となった。そして、 随代の589年に、州北部の名称、昭市山にちなみ、昭州と改称され、それ以降の王朝で、昭州の名称が継承されていくこととなる。民進代には、現在の昭石市に税関が設置されたことから、昭石という通称が発生している。中華民国初期は、広東省、南昭連、水税区、南昭連道、霊南道、南昭連行政区、 北区、西北水税区、第二行政正ししつく党が相次いで設置された。国境内戦の結果、中国共産党による支配が開始されると、1949年11月に、関東省は北高臨時行政委員会を設置、小石市や極高県等の17県市を管轄とした。1950年1月に、臨時委員会は北高線区に、 会場、1952年には、越北行政区へと、改営一元されている。1956年、越北行政区が廃止されると、小石線区が設置され、1970年に、小石地区と、会場、1975年11月に、地球史として、小石市が再度改編され、極光圏を管轄するようになった。1983年に、 地方行政の合併が行われ、現在の行政区域が誕生している。関東省の北部に位置し、が河原市、京州市、甲州市、新縁市、厚生省、関州市、湖南省、州市に接する。関東の北門とも称され古来より、北方地域と河南を連絡する交通の要衝であった。京高線や京多摩高速航路が市内を貫いており、 南北を交通している。小石市は南嶺山脈の南麓にあり、地勢は山地、丘陵が主で、水の浸食により多くの谷が造成されてきた。市域内の主な山並みは東西方向に走っており、北から順に、宇つ嶺大峰、洋山、滑石山、西雲山などがある。各山系の間には多くの盆地があり、主要なものには、波を盆地、 楽勝盆地、小石盆地、王源盆地などがある。市域内の最高峰は、石港で高さは1902メートルであり、関東省の最高峰でもある。小石地区の北にある山脈の多くは、岩石は、高色で地層が、はっきりとしており、岩層の中には、多くの古生物の化石が含まれている。こうした、地川は、小石市内の人家圏にある丹霞山の名を通り、 タンカスミチガオと命名されており、中国の南部を中心に広く見られる。小関の名の由来となった小石山は、タンカスミ山の南に隣接している。小関市域内の最も重要な河川は、玉江の支流、北港であり、市域内の全長は 144km になる。小関の気候は、温暖湿潤で、年平均気温は20度前後であり、1月の気温が、 最も低く平均10度前後、7月の気温が最も高く平均気温は30度に達する。年降雨量は1400から1900ミ、mm、リメートルで、春夏の降雨量が大きく、秋冬の雨は少ない。平均無双期は310日だが、北部の山地では、雪が降ることがある。山かつく、に、研究、し四県、一時地県を管轄する。 北高臨時行政委員会、小関市北高千区越北行政区小関地区、小関市改革開放政策とともに、小関も経済発展が進み、2007年の地域、創生産額は482.5億元、成長率は14.9%と、全国平均以上の経済発展を実現している。固定資産への投資額、金融残高も、 それぞれ200億元を超えるなど、今後も順調な経済発展を見込める情勢である。小石は、関東省における重工業拠点とされ、1950年代から70年代にかけては国家重点工業地域として開発が進み、小石鋼鉄省、小関屋根利省、小石、堀木省などの機関産業企業が設立され、小石発展の基礎を築いた。 80年代以降の開発開放経済によるさらなる発展を見た小石市は関東省北部の経済拠点を目標にした積極的な経済政策が実行されている。現在は工業、各種金属材料、建材を中心に機械製造、石油化学工業をはじめ経工業なども育成が行われ、電子情報技術と電気機械工業を一体化させ、 また新素材の開発などのハイテク産業をも要する総合的な工業都市と成長している。また農業面でも気候や地勢に恵まれた結果、農業従事者一人当たりの高地面積は関東省トップとなっている。また農業分野でのインフラ整備も積極的に行われ、2007年の農業発展は6%を記録し、365.3万エーカーの農地を 有している。また、養鶏業や、淡水魚の養殖業なども盛んである。商業分野では2007年の消費金額総計は196.6億円を記録し、不動産業や通信業などで大きな発展を見せると同時に、小関を訪問する旅行者も858.8万人を記録するなど旅行業も大いに発展している。 また税関統計によれば2007年の小直からの貿易総額は12.9億ドルを記録すると、共に海外からの投資金額も5.1億ドルに達している。貿易品目としては、ハイテク関連製品が3.1億ドルと、全輸出額の58%を占め、ついで各種工業製品、玩具などが主要品目として挙げられる。空港鉄道道路、ウィキメディアコモンズには、 小石市に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。